はい、今から、烏丸通りですね、京都の烏丸通りを、北へ走行したいと思います。場所は日本漢字検定協会ですね、今正面に見えますけど、ここからスタートしたいと思います。では出発します。この道はオフィス街ということで、車の、交通量がたくさんあるので、周りの車に注意して走行しないといけません。で、ここにもタクシーが止まっているように、人もパラパラ歩いているので、いきなりこう手を挙げてタクシーが急に止まる、そういうことも予測をしながら走るようにしましょう。今日は、平日の今時間がですね、1時11分、お昼過ぎの1時11分ですね、これぐらいの交通量があります。いつもこれぐらいの交通量があるんですが、こういうところで、仕事をされる、車を運転される場合に、今2車線の道を走行しているんですが、こういう道でも、今左側の車線にいるんですが、右側の車線に進路変更とか、そういう走り方っていうのをできた方が、より仕事で使う方は、仕事で使える運転というふうな運転ができると思います。そしたら一度今から、この交通量の中での進路変更ですねをやってみたいと思います。今前が動き始めたので、今からウインカーを右に出します。前の車も同じようなことをしているんですが、そうすると今私の車の後ろの車が私の車のウインカー、右ウインカーに気づいて、もう横に来なかったということですね。で、それをミラーで確認して今進路変更をしてみました。このウインカーっていう装置ですね、この装置っていうのは、自分の行く方向を周りの人とか、車とか、あと自転車ですねに知らせるための、装置なので、適切な場所で的確に上げてやると、つけてやると、周りの車とか人とか、自転車っていうのが、それを見て、うちの車が来るっていうことを判断して、妨げにならないように動いてくれる、そういう装置になります。
そしたら今度は、今右の車線にいるのですが、今いるこの車線から、左の車線にですね、また先ほどの車線に戻ろうと思います。これで戻れました。今も、先ほどと同じようにウインカーを、まあ、逆側なんですが、今は左に上げたんですが、まあ、上げることによって、まあ、お隣を走っている車が、うちの車が入りやすいように、まあ、うちの、車の横に来なかったっていうことですよね。まあ、それを左のミラールームミラーで確認をして、左側に移動したっていうことですね。まあ、こういう道で練習を、希望されている方はぜひ運転塾へ、お問い合わせください。